はいおはようございますす先祖です今日まさかよろしくお願いします。ということで、えー、と昨日はまあ一言で言うと、アメリカの結構経済指標が非常に強くて、あとは、えー、議事要旨ですね、えー、24日に発表した、あの昨日発表した11月23の FMC 議事要旨では、割とこのタカ派的な意見だったというか、 インフレが続けば債権買い入れプログラムの縮小ペースを加速させてより迅速に、えー、対応するということを言ってますね。まあこ,ここら辺に反応した感じもしますよね。あと、まあ、デイリー・サンフランシスコ連銀総裁もインフレ率が高止まりし雇用の伸びが堅調に推移すれば資産買い入れ縮小ペースを加速させるというようなことを言ってますよね。まあまあその前に経済指標が発表されたところからねもう 上昇してたんで、議事要請自体での動きというのはそんなここら辺なんで大きくなかったという感じですね。で、えー、かなり経済指標がいろいろ出てきていますよね。で、これを見ていきましょうか。ということで、えー、まずはこれですね新規失業保険申請件数、これ20万割れて全、全種27万 人ぐらいだったんですけど、えー、と今回は非常にあのー、強い数字になったということでえっ、ー、とこれ見るとちょっとびっくりな数字ですよねこれかなりにあのー、20万割ってかなりないぐらいの時でこれ何十年50年ぶりぐらいなんですかね。 えっとかなり強い数字が出た出ましたよねえっ、ー、とちょっと待ちくださいはいえっ、ー、とこれは出てこないなうんまあ とりあえずこれ、前月、前週の27万から19万9000非常に強かったという感じですね。あとは結構いっぱい出て、ここはえっと GDP なんですが、まあ GDP もまあ予想2.2に対して2.1だったというところがあります。まあ、ここら辺で、やっぱり今回ね、えっと、 物が売れてないんですよね、第3四半期ね。あのー、ちょっと物があ<の>あの売れ具合が減速してるかなという感じがしますね。かといってサービス、まあ、サービスも第2クォーターの11.5から7.6に低下してるんで。 まあそんなに良くはないんですけど、かといってひどいかっていったら、まあえーと、住宅は少しマイナス11.7からマイナス8.3に、急に比べて少し改善した部分があるかなという感じですね。うん。えー、そうですね。あ、でも、投資がね、えーと、プライベートドメスティックインベストメント、これが第2クォーターのマイナス3.9から11.6に。 上昇したんで、ここは良かったですよね。何が上昇したんですかね、これ。うん、あプロパティ、うん、そうなんですね。えっ、ー、と、まあ、不動産のところとか、まあそこら、まあでもそこも低下したか。うーん、まあ、えー 投資が良かったというところなのでしょうか、うん。そんな感じがします。あとは、えー、耐久在地中が、えー、っと、これちょっとね、見づらいんですよね、耐久在地中はね、えー、っと、いろいろ出てきて、 ここら辺は、えー、耐久財受注の数字は、えー、そうですね、えっと、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財っていうのがあるんですね。これは国防資本財から航空機をの属分の受注が0.6%ということで、えー、エコノミストの予想が0.5%だったんで、まあ、これが良かったといす。 いう感じで設備投資の回復を示唆したということで、まあ、ここら辺、やっぱり耐久材助長を見てもと、設備投資が少し改善されてきているのかなという感じがします。えー、GDP の設備投資の算出にも用いられる子は資本財の出荷は0.3%増加ということでしたというところですね。まあ、ここら辺が改善されたところですね。あとは うん、そうですねえー、っとうん、まあ、住宅もえー、っとこれはえー、っと 新築住宅販売ですね。新築住宅販売個数。まあ、これは一戸建てなんですが、これが74万5千件ということで、えー、と、これ前回74万2千件だったんで、そこからは改善されてますね。まあ、予想は80万件だったんですけど、まあ、そこは下回ったということで、えー、販売は0.4%増加ということで、まあ、これ、ミディアムセールスプライスということで、えー、まあ、 ミディアン、中間値ですね。これ40万7700ドルということで、まあこれ価格がやっぱりずっと高くなってきていますよね。うん、まあここら辺がやはりちょっと住宅が売れ渋ってる原因の一つかなという感じがします。まあ0.4%今回全体で増加ということになりましたね。うん あとは、えー、個人消費支出ですね。PCI、これか。ええー、と。 はい、えー。これを見ていきましょうか。個人消費支出のところですね。ここで PCE というところなんですが、まあ、ここが前月比1.3%。これが良かったですね。前月0.6%なんで、これ予想も1%だったんで、まあ、 個人消費支出が伸びているということはお金を使ってるということで、まあ、これに関してはよろしいんじゃないですかというところですねあとは、えー、パーソナルインカム所得ですねこれも0.5%伸びたということで前月、えー、と9月はマイナス1%だったんで、まあ、予想もプラス0.2だったんで、えー、ここら辺が良かったところですね はい、えー、個人消費室の価格まあ0.6、PCE の価格指数っていうやつですね、まあ、これは0.6ということで、やっぱり物価が上昇している、前月の9月の0.4から10月は0.6に増加したということで、えー、価格が、えー、増加、えー、上昇しているというのは裏付けられましたね、まあ、ここは価格の上昇にもかかわらず、所得が伸び、個人消費室、えーとー まあ支出が増えててるってことは、まあ、これはマイナス材料じゃないですねこの前あの氷売上高のお話もさせていただいたかと思うんですけど氷売上高もお、まああのー、物価が上がってるにもかかわらず氷が伸びて、まあ、そのことに関してはプラス材料ですよというお話をさせていただいたかなというふうに思います。でそれを受けて、えー、とやっぱり2年再上昇したんですね。0.65%とということで、えー、まあ 最高値まで上昇しているということで一方で10年祭は、えー、昨日よりは少し低下、まあ、10年祭も一時1.7%近くまで行ったんですが、えー、その後低下して、えー、前日よりは低下したということで、まあ、長短スプレッドが、えー、縮まった、えー前月あのー、昨日はお、えっとといですねおとといは10年祭が上昇して、えー 2年債が下落したじゃないですか。ですから長短、長短金利差っていうのは広がったんですけど、えー、昨日に関しては2年債が上昇して、えー、10年債が低下したんで、長短金利差が拡大したというところですね。まあ、ここら辺も今後どうなるのか見ていかなきゃなというところですね。で、一方、株価の方なんですが、えー、と、ちょっとお待ちください。 ダウですねダウが0.03%低下で下落、ナスダックが0.44%上昇、SP500 も0.23%上昇で金、まあ、利、2年差は上昇したんですけどまあ昨日割と金利が上昇したにもかかわらずハイテク株が持ち直したというところですね、まあ一昨日は金利の上昇を嫌気してあのグロース株。 ハイテクグロスのナスダックとかが落ちたんですけど、昨日は逆に上昇したということで、NVIDIA なんかのが良かったみたいですね。NVIDIA は2.9%上昇ということで、これ年初来150%上昇ってもうすごいな、2.5倍ですからね、まあ、アメリカの株価はすごいですよねというところですかね。うん まあそんな感じの動きあの日経平均先物も,も強かったですよね、日はあは。東京時間落ちたんですけど、その後じわじわ上昇してきて、460円で終了したんで。 えっとまあ、東京時間からの割と高値、戻り高値付近で、えー、終わったというところなんで、明日はまあこの500円あたりです、ねえー、っとを超えて、えー600円からな、650円から700円のところまでいけるかどうか、まあ、下は300円250円から300円ぐらいのところはサポートされるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、高値、上を650から700の壁のところを。 試しに行けるかで、えっ、ー、と、ドル円はあ、高値更新しましたね。じわっと来て、50を超えて、えっ、ー、と、昨日ぐらいまではオプションあったんですけど、まあ、オプションを通過してから、えっ、ー、とー、 23時、0時以降っていうのはやっぱりちょっと高止まりしてきましたよね、で今日ニューヨーク休みなんで、おそらく為替はそれほど動かないと思うし、えっと、若干、あの115円台のオプションもだいぶなくなりましたんで、そういう意味では上行きやすいというところかなというふうに思います。えっと まあ今日サンクスギビングですよね、ユーロドルも1.12を割れてというところなんで、えー、とこれ戻せるかなというところなんですが、やっぱりドル高の流れ、強いですよね。うん、で、えー、ポンドドルもずっと安いということで、みんなあのデイリーピポット下回ってますんで、えー、とりあえずは今日のところは、このポンドで言えば1 3 3 5丸あたり。 えー、ユーロドルで言えば、えー、デイリーピポット1.12の15ぐらいということで、ここら辺抜けられるかどうか。まあ、抜けると、レジスタンス1の1.1240ぐらいっていうのがあるかなという感じがします。5ドルも弱かったですね。5ドルもずっと下落。で、今日のデイリーピポット0.72なんで、ここ抜けられるかどうかですよね。0.72、やっぱりこうやってちょっと止まりそうなところなんで、ここを抜けないと、あのー、 うん、また,したトライニュージーランド、えー、昨日利上げしましたけど、うん、利上げしたけど、0.5%利上げしたかったみたいなあの希望もあって、えー、それで落ちちゃいましたよね。あのまあ、ちょっとどこまで、そこまで0.5、まあ、一応0.5はあのニュージーランド中銀総裁、0.5の検討もしたよっていうところを言ってたんですけど、やっぱりアメリカの長期金利の上昇の方が、ニュージーランドの0.25の利上げよりはインパクトがあったっていうことなんでしょう ね、これ結果的、まあ、結果論なんですけどね。で、落ちてってということで0.6860ぐらいまでいって、今日ニュージーランドも0.68の95、まあ、ですから0.69ぐらいですよね、ここを抜けられるかどうかというところなんで、まあ、みんなちょっと下値をトライしてるところなのかなという感じがします。クロスワン、クロスワン、えー、とクスワン割と堅調でしたよね、東京時間、あの突っ込みましたよね。えー、と株安円高の 久々のリスクオフの動きになったんですが、まあ、その後はドル円が堅調に推移した割には、えー、とユーロとかあの下げ渋ったんで、えー、129円、えー、30銭ぐらい。ここら辺はデイリーピポットが129円の18ぐらいですね。ポンド円も、えー、下げ渋った。東京時間153円の40ぐらいまで落ちたんですけど、153円の80ぐらいで終了。 で5ドル円も5ドル円も東京時間の82円75から83円台まで上昇ということで、まあ、ポンデあのニュージーランド円も見てみましょうか。ニュージーランド円、良かったですね。ニュージーランド円はやっぱりちょっとニュージーランド自体が昨日ずっと下げ続けたんで、そういう意味では、えー、と安値を更新した79円に〇〇ですよね。まあ、全般的に今日、東京時間で株価が戻せば、えー、比較的 円安気味になるのかなという感じがするんですけどタイドルではやっぱりユーロもポンドも5ドルもニュージーも上ねちょっと重い感じがしますんでそこら辺、えー、ドル高が継続するのかどうかただ今日申し上げたようにサンクスギビングでニューヨーク休みなんで、えー、まあアメリカの金利動かないですし株価も動かないんで、えー、そういう意味ではちょっと為替は動かなくなってしまうかなと。 いう感じはします、はい、えー。ということで、あとは、うん、そうですね、えー、まあ、えー、東京時間は、えー、使用法発表は5ドルが民間設備投資とかが9時半にありますね。あまりかも けないかなといななかとう感じがしますあと日本が14時に景気先行指数とかがありますね。まあ、ここはちょっと注目かな。あとユーロ圏ドイツの GDP とか。 が,えー、がありますね、えーうん、でも今日はあんまりやっぱりあのー、これといったラガ,ラガルト ECB 総裁の発言とかハスケル MPCBOE の委員の発 発言とか、まあ、ここら辺がある、ありますけど、指標的にはあんまり大きなものがないという感じになっています。ということで、えー、皆さん、えー、今日も頑張って、えー、トレードしましょう。ということで、また、えー、夜にでも。